松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙って見てな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。おお、誰だこれ。何者だ。たった今、広域指定暴力団東城会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか、伊達さん、なんで俺を助けるような真似。四か？あんた丸棒に？十年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。
キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその弓って女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。じゃあな。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？はよ出さんかい。
外の前
なあ、いらっしゃい。久しぶりだな、レーナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、ギリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レーナ。おやすさんは俺に言った、弓を頼むってな。あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村弓の妹ですって言ったわ。弓に妹が？うん。でも妹がいたことはユミちゃんも知らなかったはずよ。ユミちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で、今その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうちユミちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。はあ。錦山君のこと聞かないんだ？それとももう誰かから？はあ。そう、自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？
5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。ミレニアムタワーの裏のバッカス。そこのマスターならアレスの場所知ってると思うわ。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。
行くぜ。Thank you.
者。男には咲かせにはならねえ花だ。Go!
この日この夏ラブサーフィン、イケイケだぜ。君がサンシャイン、輝けサマー。君がサンシャイン、歌う姿がセクシーだぜ。ありがとうございました。